ザール保護領は1947年から1957年までの間に存在したフランスの保護領。現在のドイツのザールラント州に相当する。第二次世界大戦後、ザールは戦前の1920年から1935年に存在した国際連盟管理地域の扱いと同様にドイツ本国から分離されフランスの保護領になった。 フランス当局はドイツからの分離を固定化するために、親ドイツ政党を禁止した。1952年12月の総選挙では、有権者の24%は親ドイツ政党支持のために白票を投じたものの、圧倒的多数が親フランス政党を支持しているという結果が出ている。1954年10月23日のパリ協定で、フランスは 西欧同盟の支援の下でザールを独立させようとした。しかし1955年10月23日に実施された独立を問う住民投票の結果、住民は独立ではなく西ドイツのコンラート・アデナウアー首相が求めていたドイツへの復帰を選択した。この住民投票の結果、1956年10月27日にザール条約が締結され、 1957年1月1日に同地域はザールラント州として西ドイツに復帰した。もっとも経済面では依然としてフランが通貨であり、ドイツマルクがザールの通貨になったのは1959年7月6日になってからである。この日をもってザールはドイツに完全復帰した。フランスがザールに執着していたのはこの地の天然資源を獲得するためであった。 そのため西ドイツはフランスの権益を一部認め、1981年まで丹田の採掘を許可した。1952年に行われたヘルシンキオリンピックでは独自の代表として36名の選手が出場している。またサッカーでも独自の代表が結成され、1954FIFA、ワールドカップ、予選などに出場している。ありがとうございます。